構皆さん中トロアルプス歩いてないんですかね。どうなんだろう。普通に雨降ってきて、分です。野上駅に来ております。今日は長トロアルプス岩畳と歩いていきたいと思います。それでは出発します。これから登る長トロアルプスが見えてます。長トロアルプス、こちらの方に向かいます。コスモスが綺麗です。長トロアルプス登山口、頑張って歩いていきましょう。今日はちょっと曇りというか小雨がちょっと降ってる感じなので、ちょっと蒸し暑いですね。でも緑の匂いが逆に際立って気持ちいいです。結構皆さん中トロアルプス歩いてないんですかね。どうなんだろう。ちょっと生い茂ってるというかですね、倒木もあります。ちょっと草が生い茂りすぎてるなと思ったら、ちょっと道間違っちゃったみたいなんで、よいしょよいしょ、戻るって戻ります。ちょっと戻ります。戻ってちょっと軌道修正しないと。ちゃんとした正規ルートに戻れたんで、やはり正規ルートはそんな生い茂ってないですよね。おかしいなって思ったんですけど、よくドジをやってしまいます。ほど山に
向かっていきます。さっきはなんか生い茂ってるところにちょっとだけドキドキしちゃったから今通常のルートに戻れて嬉しい。以前来たことあるんですけどね、それで迷うってしょうがないですね本当にも。うまっ、めちゃくちゃうまい、超うまいじゃんこれ。ちょっと雨が結構降ってきましたね。あの木々に守られてるんでそこまで、まあ、ちょっとこちらに来るぐらいですけど、ちょっとこれ以上強くならないように願います。大きなキノコちゃんです。これ食べられるんですかね。ホドさん向かっていきましょう。すごい折れ曲がっちゃってる。でも下の方は頑張って生きてるみたいだから、頑張って頑張って頑張って。雨はどうにか止んだみたいです。よかった。さっきガスガスでちょっとね、怖いですよね。毒キノコに注意。先ほど私が見たキノコってこの卵天狗茸だったんですかね。なんかそんな感じですよね、平たくて。あら、あれ食べれないやつなんだ、猛毒。それではホドさん、あと600メートルですね。頑張って登っていきましょう。これですね、最後の階段、ずっと階段なんです、はあ、頑張ってホドさん目がけて登っていきましょう。いや頑張ろう。よいしょ、ちょっとまた雨が強くもやかかってきちゃった。やっとホドさん山頂到着しました。 497.1m です。ガスってて何も見えません。少しだけ下界の街が見えます。今日のおやつは先ほど買った袋屋さんのすまんじゅうです。すまんじゅういただきます。いただきます。もちもちしてて美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。
すまんじゅう食べてる間にガスが開けてきました。それでは下山していきたいと思います。それでは歩道さん、それでは歩道さん神社奥宮に向かいたいと思います。お父さん小動物公園ですね。お猿さんとかヤギさんとかウサさんもいるのかな。長瀞駅方面に向かいます。今日は最上駅から長瀞アルプスを歩いてきました。今日はちょっと曇りがちで、しかも途中雨も降ってきてしまったんで、全体的にガスかかっていたので、まあ景色とかそれほど良くはなかったんですけれども、あの気持ちいい山歩きができました。歩道山山頂へはロープウェイでも行けるので、動物園だったりあとロウバイとか、あの時期によってはいろいろな見物があるので、とても一年中楽しめると思います。また楽しい山歩きをしていきたいなと思ってます。歩道山神社書いてありますね。そろそろです。歩道山神社です。今は岩畳に向かってます。こちらのかき氷はふわふわで美味しいですよね。浅見冷蔵さんの。私はかき氷大好きなんですけれども、うちのおじさんが嫌いなのでかき氷は一緒に食べたことがありません。射的場とかって昔懐かしの感じでいいですよね。こちらは長瀞駅です。こちらは関東の駅100選に選ばれています。とても趣のあるクラシックな建物になってますね。長瀞駅です。岩畳に向かいます。今日はもう時間も時間なので閉まっちゃってるところが多いですね。岩畳に到着です。岩畳目の前にはライン下り用の船がありますね。もう今日は終わっちゃってますね。長瀞といえばここですね。やはりいやー静かでいいですね。最高です。最高。